今日は警察官のセットだよ。おまわりさんの5点セットが入ったおもちゃだよ。何が入ってるのか開けて見ていってみようね。よいしょ。まずはこれは何だろう。これは警察手帳、警察手帳だよ。そして手錠、手錠の鍵、これがないと開けられなくなっちゃうよね。そしてトランシーバーに、これがバッチだね。警察官のバッチ。そしてこれがピストルだね。おまわりさんが持ってるピストル。そして弾はこの柔らかいやつになってるんだね。これで狙いを定めて撃つこともできるのかな。ちょっと遊んで行ってみようね。それじゃあまずは手錠をかけてみようかな。手錠、よいしょ。ここをこう押さえるとこうやって取れるんだよね。そして手錠かけてみるよ。取れるかな、ちゃんと。よし、こうやって手錠かかったよ。これで取れない、取れない、どうしよう。取れないときはこの鍵で開けるんだよね。よいしょ。ちょっと見にくいかな、自分でやると大変かも。こうやって鍵を開けてあげると、よいしょ、取れるか。あれ、取れない。よいしょ。あ、取れた取れた、よかったよかった、取れたよ。こうやってカチッってなってから鍵を取って、そうするとこう閉まるんだよね。そしてこれを横にしてあげると、あ、ここが下がるんだね。これ上に行って下がってっていう風になって、そしてこう簡単に取れるようになるんだね。こんな感じで遊べる手錠のセットだよ。それからこれがピストルだね。ここを引いて、そしてここに弾を込めて、よいしょ。そしてこの引き金を引くと、おっとと、こんな感じで突き刺さっていったね。もう一発撃ってみようかな。よいしょ。この弾が全部で4発ついてるんだよね。よし、全部命中させられるかな。よいしょ。あ、ナイス。じゃあもう一本、よいしょ、引いてセットして、今度はこっちの方に、お、いいね。最後一つ、よいしょ、こうやってセットして引き金を引いて、おっと、倒れたけど、これで全部的に当たったよ。おまわりさんの正義の味方、5点セットだったよ。楽しかったかな？チャンネル登録して次の動画も楽しんでね。スマホのみんなは説明欄を見てね。